はい、皆さんこんにちは。ちょっと余計な買い物をしてしまいました。シマーのシェイクストライク2というパーカッション音源です。コンタクトプレイヤーでもフルバージョンででもどちらでも動きます。少し金額は高いので皆さんによっしゃという感じでおすすめできるかどうかはわかりませんけれども、とってもよくできています。基本的に3つの音をミックスしながらパーカッションを作っていきます。画面はメイン、パターン、ミキサーという風に分かれています。パターンはシーケンサーのことです。ここでいろいろ演奏を変えます。そしてミキサーは基本的にボリュームとかそういったものを変更したり、ピッチとかの編集もできるようになっています。そして画面の下のキーボードですけれども、基本的には赤いところを押すとリズムパターンが選択できます。ちょっとやってみましょう。このようになっていまして、プリセットもたくさんあります。ここでプリセットを選ぶことができます。このようにしてパターンを変えることができます。そして楽器はこういう風にすると選ぶことができます。はい、このようにして楽器を選び直すことができます。じゃあこれで鳴らしてみましょう。とっても簡単にパーカッションが入れれます。入れれると言いましても、今最後に押した音、例えば、これを入れたりするのは、ここからミディドラッグができます。例えば、これを3小節複製しておきます。そしてまた違うパターンを鳴らしてみます。はい。こうやって鳴らしておいて、そしてまた、ミディをドラッグします。このようにすると、ループをさせて、とっても簡単ですね。まあこれ以上でもこれ以下でもないんですけれども、このようにとってもたくさんの楽器がありまして、今日はまだ触って10分も経っていませんので、ファーストインプレッションということで皆さんにお届けしました。もう少し研究をしてから細かなところは発表していきたいと思っています。村長スタジオでした。ありがとうございました。